それでは本日は国家公務員試験平成27年69番擁壁にかかるドアツということで、それを求めたいと思います。ドアツには手動ドアツ、受動ドアツありますが、今回は手動ドアツを求めるということになります。ここですね、この三角形の部分、赤い圧力ね、それを求めることになります。今回は擁壁なので、擁壁では当たるのは、これが堤防であればここが水になるかもしれないけどね、今回は擁壁なので地盤面、土だね、土の部分になってきます。このような時にはどれぐらいの土圧を受けるかということになります。今回与えてあるデータは土の単位体積重量、重量だろうね、もうこれニュートンになってんだね、これね。普通はこれ単位体積質量であれば、質量に重力加速度をかけて、で、それでニュートンということになりますが、今回はもう重量になっているので、これは必要、キログラムに加速度を掛け算をしなくてもいい状態になっているということになります。で、ある深さにおけるドアツ P ってなるのは、これは、あれと一緒だよね。水圧と一緒だよね。深さ。ある深さにおける水圧と言われたら、ロー GH だったね。で、今回は、ある深さにおけるドアツっていうのは、ロー G のところはキログラムと加速度だったので、今回も重量だから、そのロー G の部分はこうなると。重量でいいと。これだね。で、深さを掛け算してあげれば、ここの部分だね。この深さ。だから5メーターあるから、この深さの時はどうなるかっていうと、単位体積重量かける深さ。ということで、この深さにおけるものは 18×5 で 90kN/平米というふうになります。で、この深さが90であれば、じゃあ、全体にかかるドアツ、今回は手動ドアツというものなんだけども、それはいくらになるかというと、まず面積だね、これね。面積なんだけど、これが、水圧と違うのは何かということだな。水圧の場合はそのまんまなんだけど、そのまんま計算して三角形かけるで、そして幅。ね。そうなっていくんだけれども、今回に関しては三角形かける何かっていうと、ドアツ係数。今回は幅の部分は入ってきてないんだよね。まだね。だからそういう解き方になります。まず三角形というのは、底辺が90。高さが5。かける2分の1でこの三角形。赤い部分の三角形の式になるね、これね。で、かける、今回はランキンの手動ドアツ係数というのが与えてあって、これ、実験式から出るんだけどね。今回は 0.3 というふうに与えたんで、ドアツ係数 0.3 を掛け算するということになります。で、この部分でのドアツはいくらかというと、67.5kN/メートルってなるんだね。これ何かって平米とメートル掛け算してメートル。で、今回は、この前の問題であれば、この前は水圧はこの後、石板だったね。石板の幅があったので、今回は幅はなかったからこれで答えというふうになります。ところが、これが幅がもしあったとする。この擁壁全体が幅10メートルだったとしたら、どうすればいいか。じゃあ、これに10メーターを掛け算してあげて、675kN というふうになる。ここぐらいまでは知っとく必要があるね、これね。で、単位なんかもこうなっていくっていうのは知っとった方がいいね。この部分だけだよってこと。面だけだね、ここね。この面だけのドアツがこうなるということです。はい。で、こういうことを知っとけば、ドアツであろうと水圧であろうと。ドアツになれば、このドアツ係数というのが入ってくるだけで、何ら変わりはないということがわかると思います。以上で説明を終わります。